ブラックホールとは、宇宙にある非常に特殊な天体です。これは宇宙の中で最も重力が強い場所の一つで、その重力はとても強力です。ではブラックホールはどのようにして生まれるのでしょうか。ブラックホールの始まりは非常に大きな星の寿命の終わりにあります。星はその核で水素を燃焼させて輝いています。しかしその燃料が尽きると星は安定を失い、自分自身の重力で崩壊し始めます。この時、星が十分に大きければ、その崩壊は非常に強力な力となり、星の中心部分が非常に小さな領域に収縮します。この収縮した領域がブラックホールです。ブラックホールの重力は光さえも逃がすことができないほどです。そのため、ブラックホールは直接見ることができません。ブラックホールが光を吸い込むという事実から、その存在を知ることができます。ブラックホールの近くにある物質は強い重力に引き寄せられ、ブラックホールに向かって加速します。この過程で物質は非常に高い温度に加熱され、X 線やガンマ線などの強い放射線を放出します。この放射線を観測することによって、天文学者はブラックホールの位置や大きさを推測することができます。ブラックホールの研究は、宇宙の構造や進化についての理解を深めるのに非常に重要です。また、ブラックホールは一般相対性理論などの物理理論の検証にも使われます。時間の流れと重力の関係は、アインシュタインの相対性理論によって提案されました。まず、相対性理論とは何かを簡単に説明します。アインシュタインの相対性理論には2つの部分があります。特殊相対性理論と一般相対性理論です。特殊相対性理論は高速で動く物体に関する理論で、一方、一般相対性理論は重力に関する理論です。一般相対性理論では重力が時間や空間に影響を与えると説明されています。重力と時間の関係に焦点を当てると、重力が強い場所では時間が遅く流れることがわかります。これを時間の遅延と呼びます。例えば地球上にいる私たちと宇宙空間にいる宇宙飛行士を比較した場合、地球上の重力は宇宙空間よりも強いため、地球上の時間の流れは宇宙空間のそれよりもわずかに遅いのです。この現象は GPS システムで実際に確認されています。 GPS 衛星は地球よりも遠く重力が弱いため、衛星上の時計は地球上の時計よりも早く動きます。この時間の差を補正しないとGPS の位置情報が正確でなくなってしまいます。最も極端な例はブラックホールです。ブラックホールの周辺では非常に強い重力が存在するため、時間の遅延は非常に明白になります。理論的にはブラックホールの近くでは時間がほぼ停止するとさえ考えられています。しかし日常生活で私たちが経験する時間の流れにはこの現象の影響はほとんどありません。時間の遅延は非常に微細なレベルで起こるため、日常生活においては感じることはできません。まずブラックホールを非常に強い重さを持つ天体と考えてみましょう。この重さは周囲のものを引き寄せる力が非常に強いということです。この強い引力のためにブラックホールの近くにあるものはその引力によって強く引き寄せられます。時間の流れについての話をするために、まず日常生活での例を考えてみましょう。例えば緊張した状況では時間が遅く感じられることがあります。逆に楽しい時は時間が飛ぶように過ぎていくと感じることもあります。これは私たちの感覚が異なる状況によって変わるためです。ブラックホールの近くでの時間の流れもある意味でこのような感覚の変化に似ています。ブラックホールに近い場所ではその強い引力の影響を受けるために時間が遅く流れると感じられるのです。
ブラックホールの近くでは重力が非常に強く、その影響で時間の流れが極端に遅くなります。例えばブラックホールに近い位置にいる宇宙飛行士と地球にいる人を比較すると、宇宙飛行士の時間の流れは地球上の人よりも遅くなります。宇宙飛行士にとっては普通に時間が流れているように感じられますが、地球から見ると彼らの動きはゆっくりとしているように見えます。さらにブラックホールへ接近すると時間の遅延はさらに明白になります。理論的には事象の地平面と呼ばれる境界に近づくと時間がほとんど停止するように見えます。事象の地平面を超えるとブラックホールの内部に入ってしまうため、外部からは何も観測できなくなります。このようにブラックホールの近くでは時間の流れが大きく影響を受けますが、これは非常に特殊な状況です。私たちの日常生活においてはこのような極端な時間の遅延を経験することはありません。ブラックホールの事象の地平面はブラックホールを囲む見えない境界線のようなものです。この地平面を越えるとブラックホールの強力な重力によって全てがブラックホールの中に引き込まれてしまいます。事象の地平面はブラックホールのポイントオブノーリターン、つまり戻ることのできない点と考えることができます。この地平面の内側に入るとたとえ光でさえもブラックホールから逃れることができなくなります。これはブラックホールの重力が非常に強力で、そこから逃れるために必要な速度が光速を超える必要があるためです。しかし現在の物理法則では光速以上の速度に達することは不可能です。事象の地平面の存在はブラックホールがどれだけ異常な天体であるかを示しています。事象の地平面の内側では時間と空間の法則が通常とは大きく異なります。この地点を越えると全ての物体や光はブラックホールの中心、すなわち特異点に向かって引き寄せられます。興味深いことに事象の地平面はブラックホールのサイズを決定します。しかしこれは実際に物質が存在する境界ではありません。事象の地平面はブラックホールの重力の影響がどこまで及ぶのかを示すもので、物理的な表面や壁ではないのです。実際ブラックホールに近づいても事象の地平面がどこにあるかを直接観察することは不可能です。ブラックホールの影響を受ける物体や光が事象の地平面を超える瞬間を見ることもできません。なぜならその瞬間光はブラックホールに取り込まれ私たちの目に届かなくなるからです。事象の地平面の概念はブラックホールの不思議な性質を理解する上で非常に重要です。ブラックホールの研究は重力や時間、空間の本質についての我々の理解を深める手がかりを提供しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。